はい、こんにちは。小豆島漁師、浜井と。じゃあ、松岡さんです。みんなサーラ飽きてきたんやって、サーラ漁もサーラの刺し、料理も。サーラばっかりやる。時期やからね。うん。しゃあない。しゃあない。まあでもサーラと今、マナガツオの間なんやけど、うん、シーバスを取りに行こうと思います。取れるかわからんけど。はい。お願いします。お願いします。じゃあ行きましょう。はい、それじゃあ、シーバス狙いということでやっていきましょう。GPS とレーダーを起動させて、まあね、あまり期待はなさらないようによろしくお願いします。ハードルを下げておきましょう。で、エンジンの出力を上げて船を走らせ現場に向かっていきます。いつもね、松岡さんと行くときはこうやって2人で仲良く楽しそうに和気あいあいとしながら現場に向かっていきます。はい、じゃあ現場に到着しました。ちなみにこの網の、まあ、長さは 1500m、 高さが 30m あります。で、まあ、漁としては流し刺し網漁といって、この網を海の中に入れて潮の流れに乗って流すから流し刺し網漁です。じゃあどんどん網入れをしていきましょう。はい、残り少なくなってきました。これで網入れが完了です。反対側にあの赤い灯台つけて、こっちは青い灯台です。網入れ完了。それじゃあ晩御飯です。冷蔵庫の中にあったハマチをさばいて刺身にしていきます。もう海の上なんで豪快にやっていきます。で、皆さん、あの左側見てください。僕のね、よだれがね、タラタラと垂れてるんですよ。これね、 GoPro をね、加えて下に向けてるんで、どうしてもね、よだれがタラタラ垂れるんですけど、今ね、ちょっとかかったようにも見えたんですが、まあ多分ね、気のせいなんですね。松岡さんも美味しそうに、頬張ってくれてます。まあこれはね、仕方ないんですよ。映像を映すというのはなかなか大変な作業なもんですからね。あの、頑張ってね、僕も GoPro を加えて、あの、まあ、今手に持ってるんですけどね。で、まあやっぱり美味しいお魚には美味しいビールということで、ノンアルコールのビールを乾杯。いや、美味しいですね。はい、じゃあ網をあれする時間がやってきましたので、カッパを履いて灯台を上げて、いよいよ網を上げていきます。巻き上げ開始。はい、じゃあ網をどんどん巻き上げていきましょう。ネットローラーに、ネットローラーで上げていきます。ちなみにこれは油圧で動いております。油圧というのはですね、なんかオイルの、まあ、圧ですよ。それでね、回るんですね。エンジンの、まあ、回転を利用して、そのオイルをぐるぐる回して上げているような、まあ、簡単に言えばそんな感じだと思います。でね、なかなか来ない。そんな、どこ行ったんやろ。で、イワシとかがいたので餌はいたんですけど、まあ餌にね、まだ魚がついてない状態だったのかなと思います。そしてこれがガンゾウビラメですね。僕らはジンダガレって言ってます。で、これがナマコ。松岡さんが何、なんか喜んでましたね、このナマコが来て。で、これがエソ。エソ、あの、かまぼこにしたりすると美味しいです。まあここらではね、あまり値打ちはないんですけど。で、これが、スズキ。あ、ようね、あのシーバス狙いで初のシーバスがやってきました。で、6月なんでね、結構超えてます。で、これ松岡さんの加工場行きなんで、あの、脳天締めして、背骨の下を切って、尻尾を切って血抜きをしていきます。もちろん流水血抜きでやっていきます。しっかりね、水の中だと血が抜けている様子が分かります。これをね、地上に出しておくと血が抜けにくいです。固まります。で、これが石持ち。僕らはグチって呼んでます。関東の方では結構高級魚らしいんですけど。で、これがヒラです。ヒラが3連チャンでやってきました。で、このヒラなんですけど、まあ多くの方馴染みないと思いますが、岡山県の方では、割とポピュラーな魚で、非常にね、美味しいです。僕がおすすめする魚の中で、またよだれが垂れてますけど、まあ僕ね、かなりこのお魚おすすめします。で、マダイがまた来て、マダイですね。そしてヒトデが来た。で、次サワラがやってきました。やっぱね、この大きな網にはこの大きな魚が迫力があるというか、まあ来て嬉しいものですね、サワラが。やっぱりサワラも同様に、切って血抜きをしていきます。血が抜けていく様がね、なかなかやっぱ面白いです。で、2匹目のスズキちゃん。うん、スズキの似合う松岡さんですね。で、これも血抜き。で、次これ海牛です。あ、ちゃうわ、アメフラシか。6月にアメフラシで、こいつね、紫の液体を吐くんですね。まあ水の中なんで魚に付着することはありません。そしてこれがクロダイ。で、次これハモ。
ハモは夏が旬って言われてるんですけど、実際に美味しいのは冬だそうなんですね。でこれ手頃なハモだったので、生け間の中で生かしておきます。また今度食べようかなと思います。はい、残りも3分の1となりました。今のところは大不良ですね。で次に3本目のシーバスがやってきました。このシーバスが一番超えてましたね。お、このスズキ俺のお腹と一緒やんって松岡さんがね、おっしゃってましたが、全然面白くなかったですねで次にこっちがやってきました。まあ逃がしたんですけど、ちょっと見てみたいなと思って水中の中泳がしてみました。で次にハモ。ハモはですね、餌とかに食らいついて網にかかってくるので、あのようにガジガジになってくるんですよ。で危ないのでヘビと一緒にシャッと捕まえて逃がしました。まあ大きかったのでね、グッとグッとというわけで、で網も終わりです。まあ結果としては大不良でしたが、まあシーバス一応3本は取れたんで、一応シーバス狙いは達成ということで、ありがとうございます。じゃあ帰りましょう。はい、というわけで帰ってきました松岡さん、はいはい、ごめんなさい。シーバス取りに行くと息巻いて取れたのがこれだけですはい、こちら、羽が3つとヒラが 1,2,3,4,5,6 とサーラが1つ。まああとハモとか、まあ、タイとかおったけど、まあ、それは別として、このヒラは松岡さんのおかずで、これはまあ加工場で加工、こっちはまあ僕のおかずかな、売ろうかなねはい、じゃあ松岡さん、これを美味しく加工してください。はい、わかりました。持って帰ります。では帰りましょう。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。